箇所では教会はキリストの体だと言います。また教会は聖霊の宮だともこう言われます。そして教会はキリストの花嫁と呼ばれます。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。無尽蔵の祝福の源である主に、私たちがこう依存するということは、また信頼するということは、それは情けないことではなくて、それこそこう最善の生き方です。しかし、教会がキリストの花嫁であるという場合にはですね、キリストと教会、私たちの関係というのはこう全く対等の関係なんですね。教会というのはクリスチャンの集合体で複数だということを先ほど皆さんと分かち合いしましたけれども、花婿なるキリストはですね、私たち一人一人の名を呼んでくださるんですね。先ほどのイザヤ書43章の一節の、私はあなたを呼んだというふうにある通りです。ですから花婿なるキリストが教会を見てくださる時、こう十羽一からげというんではなくて、こう一人一人の名を呼び、一人一人を愛してくださる。花婿なるキリストは水の中だって、川の激流だって、火の中をさえも花嫁なる教会、私たちと共に歩んでくださり、守り、そして導いてくださいます。人生を共に笑い、共に泣き、慰め、励ましながらこう歩んでくださるんですね。